ハッピー、ウレピー、よろぴくねー。というわけで、今回もオーシチア実況プレイやっていきたいと思います。前回はなんか、主様が出てきて、鈴を持ってきてくれとか、主はこの中にいるとか言われてましたけど、なんかやり残したことがたくさんありそうなんで、もうちょっと違うことをやってからやっていきたいと思います。というわけで、まずはですね、コメントが来ていて、たびたびすみません。鳥には絶対話しかけてください。赤ずきんかぶってから話しかけるのはどうですかと来ておりますので、じゃあ、どれだっけ、赤ずきん。あ、これだ。聞き耳ずきん。これを、かわいい。赤ずきんにして、で、鳥の声を聞きに行こうか。暗いな。よし。こっちにだっけ？ここにしよう。あれ？鳥がいないな。これでいけば。いた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 。よし。これでいけばいけるんじゃないか？いや！ダメじゃん！話しかけられない。嘘。何かが悪いとか。これだって間違いなく秘密ずきんだよな。当てが外れたな。そんなバカな。何度やっても同じかな。もういるとかいないか。これは完全に当てが外れたぞ。何度やっても同じだよな、多分。ダメだ。うわぁ。当てが外れたよ。じゃあどうしようかなぁ。おぉ、やばいやばいやばい。あ、そういえば、コメントがまだ来てたな。ウポツです。ヒネズミの服を着て、火で燃え盛っている部屋に行って、歌を歌ってみてください。あと、あ、これ今、言わないとこ。よし。じゃあ、女の子に変わろうか。女の子。で、ヒネズミの、着替えて、火のとこに行ってみようじゃ。暗い。よし、ここだな。念のため記録しとくか。あれ？こんなに火が燃えているのに熱くない。で、これを？歌を歌ってみてください。歌？じゃあ、歌おうか。すねこすりの歌。柵を越え、穴を越え。うん、なんでもない。よし。あ、脱いだら熱いよね。ダメなんじゃん。ダメだな。違うのかな。道具で。これだ。これをこのまま入るとか。熱っ。こんなとこ入れない。懐に入っていた紙片がはらりと落ちてきた。試しに唱えてみますか。霜柱。氷の張りに、雪の竹田。雨の
の、乃木な、うん、に、梅雨のなんとか草。火は消えてしまった。しかし、いつの間にか支援もなくなっている。あれ？手がベタベタ。消えたの。すげえ。小さな粒が落ちている。中のものは燃えてしまったのか、詰まっているのは灰だけだ。持っていくか。灰壺を拾った。ん？灰壺？謎のものばっかりだよ。どうしよっかな。とりあえず鑑定屋さんに行ってみようかな。なんか、何のために使っていい道具なのかわかんないものが増えてきたからな。で、今日記録をして、おいての、こっちだったっけ？あ、いたいたいた。あ、そっか。中には、中に入るな、何の灰？花は咲かぬが、蒔くのは勝って。花は咲かぬが、蒔くのは勝って。あ、なんか聞いたことあるな。ちょっと待ってよ。中に入るは何の灰？花は咲かぬが、蒔くのは勝って。花咲かじいさんだな。どういうこった？待てよ。っていうことはだ、この灰を、ピーピー言ってる鳥のところで、撒いたらさ、なんか起きたりしないかな。すねこすりで交代して、道具交換。あ、すねこすりは持ってない。ああ、違うか、じゃあ。なんか庭で撒くのかなと思ったんだけど、女の子じゃ柵の中に入れないしな。撒くのは買って、どこに撒けばいいんだろう。あと、あ、ザリガニとか調べてみる。海に住むもの、川に住むもの、甲羅に覆われ、後ろに飛んで。お、全くわからん。ついて弾んで歌歌い、何を数えてまりをつく。まだ結構取ってないものがあるんだよな。これとか。これとか、まだ使い切ってない感が。こうやって通れるんだ。ここで灰壺にして、巻くとか。ダメか。この季節の時に巻いてみる。負けないか。印を入れ替えてみようか。印を入れ替えて、ここは何なんだ、そういえば。もぞもぞしているような。あそこも気になるな。これやめようかな。ここでも記録をしておこう。あ、やばいやばいやばい。ああ、なんで？なんで？さっきこの前通れたんだけどな。ちょっともう一回。
今度こっちから行ってみよう。ああ、ダメだ。どうやってこの前を通れたんだろう。ダメか。わかんねえな。あとは何を試してないかな。釣り竿で、そうだな、溜まっている、なんだ、木の中に溜まっている水の中に釣り竿を垂らしてくださいっていうコメントがあったんだよな。それを試してみようか。もしくはこの中に釣り竿とか。あ、ダメだ。どっちにしろ一回陰陽を入れ替えないと。また雷に打たれるよね。じゃあちょっと。入れ替えての。暗いし、よし、これで今度こそは、あーでもあれだ、またスネコ釣りに交代しないと。ここでまず鬼の面をかぶんなきゃいけない。鬼の面、なんでだよ、やばい、どこに行ってももうダメだな。またここからか。どこにも行けないんだけど。どうすりゃいいんだ。やっぱりもう、主様の、を探さないとダメなのかな。はい。というわけで、一回、切ろうか。この辺で。で、次回は何も思いつかなければ、主様のとこに行って、主様を当てよう。で、いいコメントが来てたら、助言を頼りに進めていきたいと思います。というわけで、できれば皆さんコメントをお待ちしております。はい。ではまた次回よろしくお願いします。ではまた。